お疲れ。今日も疲れたな。特に今日は忙しかった気がする。え？ああ、これ。ギリチョコってやつ。今日バレンタインじゃん。いろんな女子がギリチョコくれたんだけど、こんなに渡されても食えないな。処理は、友達が今年ももらえなかったって嘆いてたら、そいつんでもやろうかな。いや、モテないよ俺。これはあくまでギリチョコだし。いやいや、本命なわけないから、お前が考えすぎなの。女子ってギリチョコとかも用意しなきゃいけないから大変だよな。お前もギリチョコ渡してんの？ああ、なんかたくさん箱に入ってるやつか。頭いいなお前。確かに50にどうぞって置いてくれてる方が楽だよな、お互いに。俺もそういうのがいいな。だって断るに断れないだろ、人間関係とか考えるとさ。だいたいギリチョコなのに一個一個買うなんて金銭的にきついと思うけど。俺はギリチョコ食わない主義なんで、本命しか食わないの。もらっても本当は困ってんだよ。だから嘆いてる組に配って歩いて処理してる。捨てるのはもったいないし、せっかく買ってきてくれてんのに失礼だからさ。もらうならやっぱり本命チョコがいいな俺は。というか世の中の男の大半はそう思ってるよ絶対。ん？お前からのギリチョコなら食ってるよ。他のやつにはあげたくないし、それだけは毎年食ってる。それでいつくれんの？お前からのチョコは。できたら本命が欲しいんだけど、今年もギリ？俺はお前からの本命ずっと待ってるよ。毎年本命くれないかなって待ってる。あ？冗談なわけないだろバーカ。大体お前に本命期待してないならギリチョコの下りとかも話さないって。いわゆるギリチョコ、お前の場合は友チョコになんの？それ渡される可能性だってあんのにさ。俺はずーっとお前からの本命だけ待ってんの。いつかくれるかなってて待ってんの。だけどお前くれないし。俺はいつになったらお前の本命になれんの？どうしたら意識してくれるんだ？そのためになら俺何でもやるよ。そういえばそのずっと持ってるその紙袋って何？すごい綺麗にラッピングされてんのが見えててずっと気になってたんだけど。いつものギリチョコより綺麗だし豪華だしさ。まさか本命？誰に？俺お前が他の男に渡すとか考えられないんだけど。ねえ、もし本命なら俺にちょうだい。俺を本命にしてよ。ん？ああ、これ俺の？よかった。それでこれはどっち？そんなの義理か本命か聞いてるんだけど。俺はわかんないな。ちゃんと言われなきゃわからないよ。俺はエスパーじゃないからさ。だからさ、ちゃんと言って。お前の口から教えてよ。ありがとう。やっとお前から本命もらえた。俺人生のバレンタインで一番嬉しいよ。あ、でも待って、俺大事なこと言われてない？そんなの一つだと思うけどな。ねえ言って。俺まだ言われてないよ。本命チョコ渡すなら言うことあるでしょ。俺も好き。ずっと前からお前のことが好きだよ。ずっとずっとお前からの本命待ってたんだ。毎年期待してたよ俺。今年もらえなかったらホワイトデーに告白しようかなってずっと考えてた。だからさ、今年のホワイトデーは期待しててね。